送りで何人か言ってくださりましたね。明日聞くよって。ありがとうございます。嬉しい。ラジオ聞いてくれてますか皆さん。あのね、明日はアイドルの曲以外の話をするので、逆にレアかもしれないので、ぜひぜひ聞いてください。トイさん、タコありがとうございます。なんか前タコのノリあったよねなんかタコ。三宅ちゃん待ってたよ、ありがとう。花輪さん、ハートありがとうございます。ジェフさん、髪型かわいい。あ、見えますか、見えないか。ハーフツインしました。でもオープニングがなんと帽子で見えなかったかもしれないんですけど、こうやってさ、こうハーフアップに見えましたか。そう、初めて帽子かぶりました。これツインなんですよ実はカルちゃん、ハートありがとうございます。トイさん、タコありがとうございます。すごいお元気やってブッキーさん、あゆさん、カルちゃんありがとうございます、ハート。修造さん、12時間に1回このキラキラ500個もらえて、1人の配信には100個投げられる感じです。星の代わりか、なるほど。だからこんなにキラキラが来るのか。キラキラめっちゃ来るなと思ってたんですよありがとうございます。そうなんやりょうさん、バラありがとうございます。バラ、あ、いっぱいハート。テッシーさん、お化け、あ、お化けや。え、ハロウィンっていつや。今日何日やっけ。あと2週間ぐらいですか。ハロウィンなんか します？します？したいな。なんかハロウィンなんかしたいな。家にね、お話し会で使ったコスプレがいっぱいあるので、でも私キョンシーやったことないんですよ。キョンシーやりたいな。キネさん、だるまありがとうございます。もう消えちゃった。キョンシーやったことないよね、多分。あったっけ？ないですよね。なかった気がする。三宅ちゃん、花は、花なんてありますか。ありがとうございます。これ絶対コメント追いついてないよね。チャミさん、野球の球団覚えた。あ、覚えましたよ。あのね、自分の中の教訓なんですけど、あの、同じ失敗は二度するなじゃないけど、なんてやろ、その初回のラジオの放送で私が野球を1ミリも知らないっていうのがバレたっていうか全然いいよって言ってくださったんですけど、もうあのね、セリーグとパリーグが何の略かも分からなくってなんて答えたっけな、めっちゃ変なこと答えて、あの球団が何個あるかも分からなかったんですけど、あの一回教えてもらったことは絶対に忘れないってあの教訓なんですけど、あのだから先週やったことは絶対に忘れないって思って、メモに、あのメモ、携帯のメモに、あの球団を、あの覚え、書いて覚えました、打って覚えました。でも千葉ロッテまでしか覚えてなくて、そのマリーンズとか、そのあれです、正式名称で次、来、じゃあ来週までに覚えてきますって言って、だからあの明日テストされるかなわかんないですけど、野球の話したらもしかしたら問題が出されるかもしれないからね、ちゃんと12個覚えないといけないブッキーさん、お花ありがとうございますシロさん、今夜お疲れ様でした。最高でした、ありがとうございます。今日はあのたくさんの方が私をね、の援護援護しに、援護っておかしいか応援しに来てくれましたね。ありがとうございます。いっぱいペンライト見えましたタコ縛りね、タコが連打された時があったスーパーサブ48さん、タコありがとうございます。タコは赤しかないよね。赤以外のタコも見てみたいけどないよねジェフさん、先週 NMB 局のコーナーめっちゃ面白かった。お、本当ですか。私の曲のね、好きなところを語ったんですけど、私は、あ、ここでもう一回言っとこうかなっていうか、渚最高の一番好きな部分が、ラスサビの
ラストピって言って分からへんか、最後の渚最高のところの最初は2回渚最高っていう言葉出てくるんですけど、1回目はあの普通に今まで通りなんですよ、普通の音なんですけど、あの2回し目の2回目の渚最高のとこ歌詞の時にあの半音下がっててちょっと悲しい切ない感じになるんですけど、そこで渚最高を初見で聞いた時になんか切なーみたいな、切ない終わり方やなって思ってたら急にあのその半音下がってたのが元に戻ってあの明るく戻ったんですよ。そうめっちゃ一音ちゃう半音だけやからあのそんなわからないかもしれないんですけど、なんかその最初に聞いた時に私はそこがめっちゃ印象に残って、なんかその切ないまま終わるんじゃなくて渚さんらしく明るいのかなっていう意図が込められてるんじゃないかなって私はあの解釈したんですけど、あの考察です、考察したんですけど、あのそう最後が明るく終わるのが、だから大体普通は普通 の, あのサビからあのなんていうのだんだん明るくなるんですよ、てあの半音上がるのが多いんですけどアイドルの曲は。でも一回下がって切なくしといてからの元に戻すのがあの意図が込められてるんじゃないかなって私は思って、そこが一番印象に残ったんです、最初に聞いた時っていう話をしました。で渚最高以外の私の好きな冬将軍のリグレットのとかの好きな、なんや好きなポイントを語ったんですよ、4曲分ぐらい。でも私が一番好き、この曲好きなんですって言いたかった、あの好きな、好きっていうか一番ここを聴いてほしいっていうポイントがある曲をあの時間切れで紹介できなかったので、あの明日ではないんですけどまたいつかの週にやりますなんかアイドルの曲をやる週にやりますね。一番ね共感してほしかったんですよ、分かってくれる人多そうな曲を紹介できなくて。花輪さん音符ありがとうございます。山俊さん、あ何ですかこれ、あこれがお元気か、お元気ありがとうございます、元気ですチャミさん毎回ツイートしてる、あそうハッシュタグ、番組のハッシュタグがあって、そのなんやろラジオ中のもうあの何ですかエゴサっていうの、エゴサじゃないかなんていうの、そのハッシュタグを調べて見てるので、ぜひぜひ皆さん全部目通してみるので気になったのがあったら見ます、じゃあ全部見てますりょうさんハートありがとうございます。ひなのさん月見落ち、あハートがいっぱい、ボボ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 、わありがとうございます。みやきちゃんレインボースターありがとうございます。ひがなおさんはじめまして、あはじめましてですかね、その名前であのアルファベットじゃなくてひらがなの名前で前来てくれてませんでしたっけ、あれアルファベットのアカウントははじめましてですかよいちさんこんばんは、こんばんは。ブッキーさんさすがにまだダウンは着てないよね、着てないですよ、まだダウンは着てないけど、でも人目を気にするようになってあの着てないですよ、そう皆さんにいじられるから着てないですけど、あの多分あの高校生ぐらいの私ならこの時期着てましたダウンだって防寒対策は大事じゃないですか、私結構あの冷え性だから寒いんですよで京都ってめっちゃ寒いんですよ、だから一番いいのは半袖にダウンが一番いいと思う、いやそれは嘘、長袖、薄めの長袖にダウン着るのが一番いいですね本当はね、でも皆さんっていうかメンバーにもいじられるからあの着ないですでも本当は着たい、だって寒いのに何枚も何枚も重ね着する意味がないから、普通にダウンをバッて着たらあの1ミリも寒くなくなるはずなんですよ、でもみんなにいじられるから着てないです、でも凍えながら帰ってます
京都って本当に寒いんですよ凍えながら、これでも寒いもんな絶対な花輪さん公演の時のジレンマ最高やったで、わあありがとうございます。あの白い衣装好きなんですよ、白とピンクと水色好きなんですけど、白い衣装ってあんまりなかなかないので、全身白ないので嬉しいんですよね。あと M はピンクなので嬉しいんですよね。で B2 も水色だから嬉しいんですよね。私好きな色がその3色なので嬉しいんですよこれってどんなぐらい追いついてるんやろ。けいちゃんさん、もう少しで名字に会える、お、いつやろ、幕張ですか、それか B2 公演ですかね、幕張。あのね、昨日のねモバメでも書いたんですけど、あの近づいてきましたね握手会が楽しみ。あの握手会の日は関西も関東も、あの何でしたっけ、あざとくて何が悪いのってツイートしたんですけど、あのその服を着ます、その服っていうかあざといのかな、あざとい、私から見たらあざとい、可愛いやつ着ます、楽しみわ、まだキョンシーのコメント読んでますあゆさん、キョンシー絶対可愛いって見たい。キョンシー持ってないね、頼もうかな頼んでいっぱい写真撮ってルームスとかに載せようかな。なんかキョンシーやってみたけど、やってみたいけどやったことない気がする多分ヒロさんこんばんは、ビギナーさん、ビギナーさんじゃないわあれ、初見さんは、初見さんとビギナーさんは別ですよね。こんばんは、どういうことやろ、始めたばっかりってことかな、アカウント作ったばっかりなってことですか、こんばんはありがとうございます阪神、あ、阪神って来てるので阪神タイガースえ、絶対球団のクイズありますね明日ラジオで。ま、ん、田口正俊さんはハロウィンの帽子ありがとうございます、かわいい、ハロウィンってなんかかわいいよね。花輪さんお花ありがとうございます、これ絶対全然追いついてないよ。センターリーグって言ってたかな、うん、セントラル全然知らなくてセンターしか出てこなかったマリーンズ知ってるやん、そうです、勉強したんですよね、千葉ロッテマリーンズ難しいよね。目玉の親父さん花束ありがとうございます、焼き鳥先生さんハートありがとうございます、ピロさんお花ありがとうございます。お花初めて？お花今までありましたか？焼き鳥先生さんバラありがとうございます。なんかお花がいっぱい来ますね。ひげまじんさん、野球のも話題の時みおちの頭上にハテナマークがいっぱい見えた。だって球団が何個あるかも答えれなかったから、まあ本当にあのゼロなんですよ知識。多分自分がスポーツやったことないからだと思います。でもね、あのね、卓球とかバレーボールのオリンピックとかを見るのは好きです。でも、野球は全く知らないので、あのマコに教えてもらいます。マコに勉強しに行ってきます。田島さん、お花ありがとうございます。ゆりぱんさん、こんばんは。桃太郎さん、こんばんは。いときんさん、こんばんは。お味噌、お味噌侍さんお花ありがとうございます。ハロウィン何しようかな。土曜昼夜番長さん、絶対天長は投げちゃうイメージしてると思う。ですよね、私はそう捉えましたなんか今度さん考察シリーズとかさんラジオで紹介しようかな、考察、この歌詞はこう言ってるんじゃないかみたいなさ、あんまり考察はそんなにしなくて音楽的な話しかわからないんですけど、なんか曲を一個さ読み込んでさ考察するの楽しそうですね。りょうさんハートありがとうございます。焼き鳥先生さんかわいい、かわいいスタンプありがとうございます。てっしーさんバラありがとうございます深い
深い話。最後のとこ転調しそうでしない。そうなんですよ、転調じゃないよね、あれ多分半音下がって、なんか言ってはったのは、なんか一緒にラジオしてるアナウンサーさんねが言ってたのは、なんかルート音が変わってるみたいな、転調は変わってないけどルート音が変わってる気がするみたいな言ってはったから、おーって思って、なるほどみたいな。そうなんですよ、そうそう。ステッカーも欲しいな。そうなんですよ、番組のステッカーがあるので、あれは読まれた人にって言ってましたっけ先週、どうなんだろう。今はね、全員集合の火水木のファミリー、アップファミリーのやつです。赤メガネさん初見です、お、こんばんは初見さん。今日公園で初めてみおちゃん呼び、めっちゃ珍しい、見ましたが最高でした、わーありがとうございます、やったー、あ、初めてお会いしたってことか、わーありがとうございます、やったー、最高やって、イエーイ。みおちゃんって呼ばれたの初めては、嘘ですけど久しぶりです、ありがとうございます、珍しい。犬の気持ちさん、スポーツの話題ポカーンの後で音楽の話でよかった。そうなんです、スポーツのコーナーと音楽のコーナー、音楽のコーナーっていうより今私のコーナーみたいな感じでやらせてもらってて、音楽以外も喋っていいらしいんですけど、まあせっかくなんでまずは音楽をね喋って、一通り語りきったら、なんやろ、何がいいか分からへんけど、なんか違う話もしたいですね。なんかね、楽器があるスタジオに行きたいんですよ、音楽スタジオじゃないな、スタジオなんやっけ、なんかあるんですよ、楽器が置いてあるスタジオ、そこに行きたいな。なんかラジオで楽器触れるらしいです。焼き鳥先生さん、初めて握手会買ったのでお話できるの楽しみですよね。おお、幕張ですかね。幕張あと何日ですか？2週間。今何日だ？16だから10日よりもっとあるか。いっぱいありますねまだ。楽しみ。めっちゃリアルのイベントめっちゃ久しぶりですよね。いつぶりですかね。めちゃめちゃぶりな気がする。楽しみ。やったね。真冬どうする？真冬はヒートテック着て、裏肝を着て、なんか着てたっけな、なんか着てダウン着てます。めっちゃ寒がりなんですよ。なんでこんな寒がりなんですかね。あ、そうや、なんかね、本当は GU のユニクロかな、ユニクロのベストみたいなさやつをさ買おうと思ってたんですよ、この間の冬、この間の冬っていうか先月じゃなくって去年、じゃあ今年の最初やな、今年の1月に買おうと思ったらなんかもう売り切れててなくって、だから今年もしそのいい感じの袖がないダウン、ミニダウンみたいなのが売ってるなら即買います。それを着てからもう一回大きいダウンを着るんです。そうそう、藤玉さんこんばんは、初見さんこんばんは。お、鳥のアイコンですね。皆さん のアイコン可愛いですね。見てるんですよ、名前と一緒にアイコン、かわアバターの人もいれば、アイコンアバターじゃないみたいな人もいるんですかね。ゆまるさん、花お花ありがとうございます。阪神タイガース正解って、阪神タイガースは知ってますよ、でも千葉ロッテマリーンズさんは知らなかった。ロッテって頭に入ってたから全部覚えます。覚えます。
サッカーの京都サンガのスタジアムめっちゃ綺麗よ。あ、サッカーのチームとかバスケのチームと野球のチームがこんがらがるぐらいわからないけど、京都サンガは聞いたことありますね。京都サンガはわかりますよ。NMB 箱押しさん、みおちゃん、さくちゃん急にどうしたんですか。みおちゃん、さくちゃん、さくちゃん YouTube 出てほしい私いろんなね、この間アミとコラボしたんです YouTube で、初めて3本目の動画でね、福野アミちゃんとコラボして、今回は美容の、話っていうかコスメを紹介したんですけど、いろんなメンバーに出てほしいなって思ってて、Vlog も載せるって最初の動画で言ったんですけど、その一人じゃなくてメンバーとお出かけ して撮りたいなと思ってるんですけど、でもさくちゃんはなんやろ、みおちゃん、さくちゃんをやりたい企画をやりたいですね。きょけんさん、ふせいぬさん、こんばんは。今日最高でした、ありがとうございます。ふせいぬさん、名前かわいいですねワンちゃん、ありがとうございますこんばんは。明日はキーボードありそう。確かにラジオいろんな音聞こえてくるので皆さん聞いてみてください。先週はなんかスネアドラムの音が聞こえてきましたね。フセイヌさん、今日は京都から来た回がありました、応援してます、ありがとうございます。同じ京都だ、一緒ですねユニクロか、ユニクロのダウン買わないとな。シンさん、出遅れた、こんばんは。ブッキーさん、なんて書いてるんやろ、欲しいになってる、なんとかが少ないから寒いやろな、なんやろ、気になる何ですか。2期生さんの谷川愛理さんの防寒対策、ヒートテックの重ね着はセンセーショナルでした。センセーショナルってどういう意味やろ、センスがいいってこと。重ね着でも私もね、ヒートテック重ね着しようと思ってるんですけど、重ね着しちゃったら終わりやなと思っててそのあったかさに慣れちゃったらさ、絶対寒いじゃないですかって思って我慢してます我慢してます。わ、流れちゃった。リコさん、初見さん、初見です、あやぴょん推しです、あやみを大好きあやみを大好きやって、ありがとうございます。あやぴょん、あやか、あやぴょん、なんか私あやかって呼んでるから、あやぴょんって見たらおおってなるおおってなりますね。あやぴょんか、りこさん、ハートありがとうございます。りょうさん、音かいけど、野球全く興味ない、みおちと一緒にラジオで勉強します、勉強しましょう、私もゼロなので土曜お昼より番長さん、みおちが学生の頃バイトやってたの意外、バイトくらいしますよどういうこと意外って、やってたない、店が意外とかじゃなくてバイトやってたの意外ってどういうことりこさん、だるまありがとうございます、紫珍しい。 YouTube で可能ならおすすめの場所とかロケ見てみたい。あー、いいですね。私京都、みそらちゃんと京都行きたいなとか思ってますまだ全然何も決まってないんですけど、このメンバーとこう行きたいなとか考えてますよ。マイクトラウトさん、さくちゃんぜひ出してあげて、みおちゃん、さくちゃん、あ、みおちゃん、さくちゃんじゃないや、間違えた、克服ですね、卓球の克服みたいな感じでスポーツをやってみたいスポーツっていうか、なんやろ、あれほぼコントですよねほぼコント。レムさん、池松か、なんやろ、解散ですか、解散仕掛けたあやみおが見たいです。おお、池松、池松っていうネーミングセンスめっちゃ良くないですか。私ずっと思ってるんですけど、苗字のコンビ名はミヒナとの二本松ぐらいしかないので、池松いいですね、いいですね。
赤眼鏡さん、カレンタン推しのオリックスは知ってますか？あ、これも先週勉強して、オリックスバッファローズじゃなくてバファローズらしいっていうのを先週勉強しました。なのでもう間違えちゃいけないオリックスバファローズですよね。覚えてますよ。フセイヌさん、また会いに行きますね。わ、ありがとうございます。ぜひ B2 もあるのでまだ来てください。あと新チームもぜひ。レイさん、ラジオ大表いない時にミオチが代打してた時面白かったから、ミオチのジャンレディがまた聞きたい。わー、ありがとうございます。ジャンレディのパーソナリティもやってみたくて、あの時めっちゃ面白かったよな。なんか弥生とやったら面白かったです。でもなんかちゃうわ、あれはあれか、彩香がいる時になんか変なキャラ、セレブのキャラが誕生したのか。そうや、弥生とやった時はコスメ紹介しましたよね。あとゆかたんのチーカツ。遠いさん、 Vlog ならみそらかリオピとお出かけが見たい。お、なんでその二人なんやろう。私が話したことあるって言ってるからかな。確かに京都 Vlog してみたい。京都いっぱいいいところありそうですよね。ありそうっていうか全然私知らないんですけど。レムさん、星になったのに察して解散を読んだの、あなたすごいびっくりしたわかりますよ、解散仕掛けたってめっちゃ言われてるんですから解散仕掛けたあやみを。ひげまじんさん、みおちが昼ごはん何食べたかをあやぷんが聞きすぎてあやみおが危機に陥った話好き。そう、それです、それが解散の危機そうなんです。あやかなんか何でも聞いてくれる何今日は何しに来たんと、今日何食べたんと、どこ行くのとか全部聞かれるから、絶対気になってないやろって言って、あの解散の危機解散の危機ね。白米様さん、やっぱり今日も読まれなさそうだ、夜行で帰ろ。読まれないってないやろ、コメントですかね。読みました読みました。夜行で帰ろ、あ、読んだらどうなる読んだら夜行で帰らない読みましたよ。 NMB 発行士さん、京都の寒さを Vlog で教えて。あー、冬に、でも京都って冬の方がなんか趣がありそう趣。チャミさん、地元なのに、え、地元の方が観光わざわざせんくない？なんか住んでる場所観光するって変じゃないですか。だからあんまり知らないですね。なんか小学校の時に遠足で行ったとかぐらい。わざわざ観光しようってなるなら全然神戸とか大阪とかその違う県に行きますねでも京都も、あの、でもみそらちゃんと京都で遊びましたよ。観光ではないか、観光ではないけどやばい、今日さコンタクトにさなんかアイシャドウかなんかが入って、今右目がぼやけています。なんか視界が全然ダメだ。ヤムさん、ラジオの楽曲リクエストって送れる？ああ、どうなんですかね。すぐに用意できるやつならかけられるかも、わからん聞いてみますね。確かに聞きたい曲とかどうなんですかね。音楽の火曜日なのでいけるかもしれないですね。お、コメント追いついたコメント追いつきました。では最後にランキング読みたいと思います。13位、ゆまるさん、タコありがとうございます。12位、お味噌侍さん、これ忍者か、侍ってどんなんやろ、へえありがとうございます。11位、花尾さん、いっぱいハートありがとうございます。10位、スーパーサブ48さん、ありがとうございます。9位、田口雅俊さん、ありがとうございます。8位、りょうさん、ありがとう、圧倒的気持ちいい、ありがとうございます。7位、遠いさん、ありがとうございます。6位、焼き鳥先生さん、ありがとうございます。なんで先生なのか気になる焼き鳥先生さん。5位、きねさん、ありがとうございます。4位、ぶっきーさん、ありがとうございます。3位、三宅ちゃん、ありがとうございます。2位、てっしーさん、ありがとうございます。
1位、大和志さん、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございました。明日はラジオがあるので、皆さんぜひぜひ寝る準備しながら、寝る準備には早いか6時18時からあるので、寝る準備は早いな、なんやろ、ご飯の準備にしては遅いですかなんかしながらでもぜひぜひ、3時間もあるんですけど、ちょっとだけでもぜひ聴いてください。明日はアイドル以外の曲のお話するので、楽しみ、私も楽しみです。私の好きな曲ぜひチェックしてみてください。あさっては YouTube 上がるので楽しみにしててください。よかったら今上がってる3本もぜひぜひ見てください。アミとのコラボも、アミが可愛かったので、商品名をさ全然読めへんのめっちゃ面白かった。リリーフルールのカラーミツアイライナーなんかカラーミツアイライナーみたいな名前のやつ、カラーミツアイライナーって言ってたのが面白かった、可愛かったです。ぜひ聞いてじゃないや、見てみてください。ありがとうございました。皆さんぜひまだの方チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとコメントもぜひ全部見てるのでよろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。最後の恋とつ公演、次はあさって B2、 あさって B2 お YouTube 上がる日 B2 なんですね。 B2 出るのでちゃうわ、こうですか、 B2 出るのでぜひ、あ、今日渚サイコ初めてでしたそうや、そういえば渚サイコ初めて踊りました。 B2 もお楽しみに。ではありがとうございました。バイバイ。